古関有二、古関有二、古関有二、1909年、明治42年8月11日から1989年、平成元年8月18日は、日本の作曲家。本名は、古関有二、1969年、昭和44年、四字法章受賞、1979年、昭和54年、君三東随法章を受賞。 福島で生まれ旧西福島商業学校、現福島商業高等学校に通いながら、仙台に通い、金須義行ゆに指示して、1929年、チェスター学府出版社募集の作曲コンクールに入選、日本人として初めて国際的コンクールの入選履歴を得た作曲家である。それを機会に、山田工作の推挙で東京の楽団に進出する。 クラシック畑からポピュラー畑に転身し、多数の軍歌、歌謡曲、早稲田大学第一応援歌、紺碧の空、慶應義塾大学応援歌、われぞ、覇者、東京農業大学応援歌、カレッジソング、中央大学応援歌、あ中央の若き日に、名城大学応援歌、真澄の空に、全国高等学校野球選手権大会の大会歌、栄冠は君に輝く。 阪神タイガースの応援歌、大阪、阪神タイガースの歌、六甲おろし、読売ジャイアンツの応援歌、巨人軍の歌、闘魂込めて、中日ドラゴンズの歌、東京五輪のオリンピックマーチ、NHK スポーツ中継テーマ、スポーツショー更新曲など、実に数多くの応援歌、更新曲の作曲を手がけ、和製スーザと呼ばれた。品ある格式高い曲風で、 知られ、現在でも、数多くの作品が愛されている。古籍が作曲した曲は5000曲に及ぶという。作曲の作業には楽器を一切使わずに、頭の中だけで行ったと言われる。福島県福島市大町にあった、五福店、北山に生まれる。父親が、音楽好きで、大正時代では、まだ珍しかった、蓄音機を購入し、いつもレコードをかけていた。古墨は、 幼少の頃から音楽の中で育ち、ほとんど独学で作曲の道を志していく。同じ大町の近所に鈴木喜八という5歳年上の少年がおり、後に野村敏を作詞家となって古籍と共に数々の曲をに送り出すこととなる。1916年、大正5年、古籍は7歳の時に福島県市販学校附属小学校へ入学した。 担任の遠藤君次が音楽好きで音楽指導に力を入れていた。古籍は10歳の頃には楽譜が読めるようになり、授業だけでは物足りなくなり、市販のセオ楽譜などを買い求めるようになった。ますます作曲に夢中になり、次第にクラスメートが死を持って古籍に作曲を依頼してくるようになる。こうして子供の頃から作曲に親しむこととなった。 1922年、大正11年、音楽家の多い旧西福島商業学校、現福島商業高等学校に入学。商業学校に入ったのは家業を継ぐためであったが、常にハーモニカを携帯し、学業より作曲に夢中だったという、セオ学府や山田工作所の作曲法等を買い集め、独学での作曲法の勉強を続けていた。ある時、 年に二回行われていた校内弁論大会にハーモニカで音楽をつけっことになり、古籍が書き溜めていた曲を合奏用に編曲して大勢で演奏することになった。初めて自分の作品が披露された出来事であった。また在学中に家業の呉服店が倒産する。学校を卒業する頃、福島ハーモニカーソサエティに入団する。当時日本でも 有数のハーモニカバンドであった。古籍は作曲、編曲、指揮を担当し、地元の音楽仲間が主催していた火の鳥の会が近代音楽家のレコードコンサートを開いていた。ここで初めて近代フランス、ロシアの音楽に出会い、衝撃を受ける。傾倒したのは、リムスキー・コルザコフのシェーラザードとストラビンスキーの火の鳥、ドビュッシー、ムソルグスキーなどである。 このレコードコンサートには頻繁に通っていたという。卒業後、川又銀行、現東法銀行川又支店に勤務。この頃、学生時代から憧れていた山田工作の事務所へ楽譜を郵送し、何度か手紙のやり取りを行っている。古籍は当時発行される。山田の楽譜はほとんど空で覚えていたという。福島ハーモニカーソサエティと共に、 仙台中央放送局、現 NHK 仙台放送局の記念番組に出演する。この頃、リムスキー・コルサコフの弟子で仙台に在住していたキンス・ヨシユキシンに指示することになった。キンスは、聖教徒で聖教の成果を学ぶため革命前のペテルブルクの聖歌学校に留学し、その時、リムスキー・コルサコフから還元落法を学んでいた。 1929年、昭和4年、還元楽のための舞踊組曲、竹取物語が、イギリスロンドン市のチェスター学府出版社募集の作曲コンクールに応募し入賞した。ほとんど知られていないが、これは日本人初の国際的作曲コンクールにおける入賞であり、当時の新聞でも大々的に報道されている。 竹取物語は、色彩的で斬新なオーケストレーションがなされていたと、言われ、例えば打楽器だけで演奏される楽章が含まれて、いたと言われる。この入章の報道を読んだ、声楽家志望の愛知県とよはしし在住の、内山金子が古籍にファンレターを送り、熱烈な文通を経て1930年、古籍20歳、金子18歳で、スピード結婚をし、大変な愛妻家で、 晩年まで、おしどり夫婦であったという。この頃、古籍は、複数の公共曲やピアノ競奏曲、公共詩、ダイナミックモーター、弦楽誌重奏曲など、膨大な作品群を完成させていたが、それらの楽譜は現在ほとんど行方不明になっている。竹取物語の所在も知れないという。同年9月、コロンビアの古文、山田耕作の推薦で、 コロンビア先属の作曲家に迎え入れられ、夫婦で上京した。東京では、菅原銘楼に指示した。菅原は、竹取物語のスコアを読んで驚き、古籍には、深い史郎よりも才能があったと、後年まで賞賛している。首都仰いだ菅原銘楼の他に、橋本国彦と信仰が扱った。しかし古籍は、 実家が経済的に破綻してからは一族を養わなくてはならず次第にクラシックの作曲から離れざるを得なくなった。コロンビア入社も主に生活費のためであったと考えられる。戸籍本人は作曲の勉強のための要望を希望していたがそれは叶なわなかった。東京に移ってからのオーケストラ作品に関東大震災を描いた公共誌第一の反逆がある。これは ストラビンスキー的な音楽であると言われている。また、無調的な歌曲、海を呼ぶなども作曲している。1935年、昭和10年、古籍26歳、先導川井いいや、高橋菊太郎、歌、音丸が大ヒットした。この歌は、世界の舞台でも活躍した、三浦玉木もレコードに吹き込んだ。この頃、声楽家だった妻の金子は、 帝国音楽学校へ進んでいた。また、同時期に、同郷の伊藤久夫と交流を持ち、伊藤久夫も帝国音楽学校へ入学することになる。戦時中は、戦時歌謡で数々の名作を残している。戸籍メロディのベースであったクラシックと融合した作品は、哀愁を帯びた切ない旋律のもの愛国の花、暁に祈るなどが多かった。 それが戦争で傷ついた大衆の心の奥底に響き、指示された。戦時歌謡を作るかたわら、バイオリン競争曲のスケッチを重ねていたが、完成に至らぬうちに譜面が散逸したという。古跡自身、前線の悲惨な体験や目撃が、暁に祈るや、露影の歌に結びついたと証言している。また自らの作品で戦地に送られ、戦死した人への自責の念を持ち続けていた。 戦後は暗く不安な日本を音楽によって明るくするための活動に力を注いだ。長崎だけにとどまらず、日本全体に向けた壮大な鎮魂化、長崎の鐘。戦災孤児の救済がテーマのラジオドラマ、鐘のなる丘の主題歌、とんがり帽子。戦後日本の発展の象徴でもある1964年開催の東京オリンピックの開会式に鳴り響いた。 オリンピックマーチ。現在も毎年夏の甲子園に流れている高校野球大会が栄冠は君に輝く。その他にもフランチェスカの鐘、君の名は高原列車は行くなどの格調高い曲を多く創作した。クラシックの香りあふれる流行歌や郵送で清潔感のあるスポーツ音楽が大衆の心を捉えた。テノールの美しい音色と格調のあるリートの ベルカントで歌唱する藤山一郎、叙情ふれるリリックなバリトンで熱唱する伊藤久夫などの歌手にも恵まれた。劇作家の菊田和夫と名コンビを組み、数々のラジオドラマ、テレビドラマ、映画、演劇、ミュージカルのヒット作品を世に送り出した。1961年に菊田と手がけた森光子主演の放浪記は長期公演舞台となった。また、 戦後の古籍は、クラシック音楽の作曲を完全に諦めていたわけではなく、菊田と共同したミュージカル、トンコーから、公共組曲、トンコーを編んでいる。また、NHK テレビラジオを通じて、各音楽番組に出演。ラジオドラマ、君の名は』では放送中に、スタジオにオルガンを持ち込み、生演奏をして、劇中伴奏を務め、他の番組でも時折生演奏で、 数多く出演した。一方で、同じように流行歌の作曲家としても活躍した江口義と共に、近世の日本のマーチ作曲者の代表的存在として、研究対象とされることが近年増えてきている。フジテレビ系の音楽番組。 オールスター家族対抗家合戦の審査員を1972年10月の開始から初代司会者の萩本金一と共に降板した1984年6月24日まで務めていた。1977年、栄冠は君に輝く制定30周年を記念して夏の甲子園の開会式に招待された。大会期形容にあたり、 大会下の大合唱が起こりその光景に感激したという。また、この大会では、古籍の母校である福島商業高校が甲子園初勝利を挙げ、自らが作曲した校歌を聴くことができた。福島市最初の名誉市民で、同時には1988年11月12日に、福島市古籍有事記念館も建てられている。 しかし古籍はこの頃すでに入院生活を送っていたため、足を運ぶことはできなかった。ハンジュの誕生日を迎えて一週間足らずの1989年、平成元年8月18日午後9時30分、古籍は脳梗塞のため聖マリアン内科大学病院で没した、去年80歳。盛大な音楽葬が催された。生前、早稲田大学。 慶応義塾大学の応援歌を作曲していた古籍のために参列した両大学の応援団がそれぞれの応援歌を歌い古籍の棺は左右から差し掛けられた両校の後期をくぐって多くの参列者に見送られた古籍の没後国民栄誉賞の授与が遺族に打診されるも古籍の遺族はこれを辞退したその理由について古籍の長男は 元気に活動している時ならともかく亡くなった後に授与することに意味があるのかと没後追蔵に疑問を持ったためとしている。2009年4月11日に生誕100年を記念し JR 福島駅の発車メロディに古籍作曲のメロディが採用されることになった。在来線ホームに高原列車は行く、新幹線ホームに栄冠は君に輝くが採用され、 発射メロディ用に30秒間にアレンジされた曲が流れている。同年8月11日、同じく生誕100年を記念し、モニュメントが古籍の地元、福島市の福島駅、東口駅前広場に設置された。制作、試行費は約1500万円。30歳代後半の古籍が愛用したオルガンを奏でる姿をかたどったデザインで、 午前8時午後8時までの1時間おきに、栄冠は君に輝く、長崎の鐘などの古籍が作曲したメロディーが流れる、シミになっている。2017年夏以降、出生地などで野球殿堂入りを応援する動きが活発になっている。2020年春から NHK 連続テレビ小説として古籍をモデルとした古山祐一が主人公のエールが、 久保田正隆の主演で放送される予定である。主題歌のみのものは除く。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。